富山鎮の戦いは、文禄元年4月13日、富山における日本軍と朝鮮軍との戦闘である。この戦いはほぼ同時に行われた多大鎮の戦いとともに、文禄、慶長の役における最初の戦闘であった。朝鮮における共闘法を確保するとともに、富山沿岸の正解権を得るため、津島の領主で朝鮮の事情に詳しかった。 衆議地の知識に基づいて戦略が練られた。それは軍を分けて、富山の本城及び、多大鎮及び西平浦の港にある砦出に同時に攻撃をかけるというものであった。4月12日、都会した日本軍は攻撃前に城内に書状を送り仮と入民を要求したが、編償の富山戦士手鉢が目殺したため、翌13日朝6時、衆議地は、 富山の城壁に攻め寄せた。他方、別れた小西行長は、この時、多大鎮の取り出の襲撃を率いていた。鄭鉢は、味方の軍船を沈め、平民と共に城に籠もった。日本軍は、ひな銃の援護を受けながら、城壁にはしごをかけて攻め込み、戦経験豊富な日本兵は、朝鮮側の防衛を圧倒した。襲撃による攻撃を受けた後、 朝鮮軍は二次防衛戦まで交代。朝鮮側の帝鉢は、ユンデを再編成して反撃したが、この時はすでに、朝鮮側は三次防衛戦まで交代していた。数時間の戦闘の後、朝鮮軍は矢を使い果たし、日本軍も損害を受けたため部隊を再編成した後、攻撃を再開した。帝鉢が被弾して戦死し、朝鮮兵の間で戦意が失われていき、 13日午前8時頃には、城内に攻め入られ、福祉の里には、剣を含む朝鮮側将兵は、多くが討ち取られた。朝鮮側の軍民はほとんどすべてなでぎりにあったと思われ、この戦いに参加していた、松浦茂信の家臣、吉野神五左衛門の従軍機、吉野日記には、攻略後は、ト板の下に隠れていた兵士も探し出して、ひれ伏した兵士も踏み殺し、助団も犬猫も、 皆切り捨て、切り首は三万ほどであったと生々しく書かれており、今思えば、武士とは、鬼恐ろしやと感想を残している。富山とは山を隔てて、反対側に位置する左水泳を拠点とする水軍の、将である、継承左水氏牧王は、山頂から、富山城が攻撃されているのを見て驚愕し、救援には向かわず、認知も軍船も放棄して、そのまま逃亡した。 隣の管区の水軍の省で、巨彩島の右水泳から急行してきた、継承右水し元人,人氏は、当地は混乱状態で兵士が集まらず戦うことは不可能と考え、継承道に属した二つ水軍の百隻余りの軍艦と火砲を海に沈め、自らは側近と数隻の船に乗って、今陽まで退却した。こうして、日本軍は、富山を占領した。 富山はもともと交易に来た日本人住民が多く住んでいた。この時から戦争が終結するまで富山は日本の輸送基地となり津島から兵員や食料を輸送し続けた。富山陥落区により日本の第一軍はその最初の目標を達成した。しかし共闘法を守るためには富山から数キロメートル北にある東雷城を攻略する必要があった。 翌十四日の早朝、衆議地は損害を受けた軍を率いて、東ズ雷城を攻撃した。この電撃的な攻撃が、文読、慶長の役の火蓋を切ったのである。朝鮮側資料に、全く違う記録があり、戦争実力においては、テ鉢は島にいて、和瀬も見たが敵とは思わず、また、日本から施設が来たと思って、防備を取らないでいたら、翌日、彼が城に帰り着く前に、 工場戦が始まり、急行したものの乱戦で死亡したと書いてある。彼が奮戦した内容があるのは、戦争宝館とそれをもとにした書籍である。定イは後に、中列港に調査されており、都合の悪い内容は改変された可能性も指摘される。生成日記によれば、戦闘はわずか2時間であり、宿り木一志崎には、定イは、 祝水未だ溶けず、一死も放たず死すとも書かれており、噴泉は巨食であるという説もある。ありがとうございます。